くれた曲はね、あのほとんどあの MV があったり、サブスクで聴けたりするので、気になってくれた方はぜひ調べてみてください。ライブでやったのは旧バージョンです。それいつ新しいのをやるかお楽しみに。というわけで、じゃあ最後撮影タイムをやります。これ新曲、新曲が残る。